Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion. で、次ですね。旬と産地が分かって買うってなったらですね、良品、いいものを選びたいということで、良品の選び方ですね。はい。まあ、ポイントは3つですね、あります。まず、表皮ですね。色がまんべんなく、まあ、綺麗な色をしていて、まあ、こう、まばらな色がなかったりすると。まあ、一般的なナスのね、いろいろこう、ゼブラとかいろいろありますが、普通に一般的なナスの話すると、色のムラがなくてですね、まあ、鮮やかな紫で、まあ、艶と張りがあるものがいいと。はい。で、二つ目としてはですね、頭のヘタの部分のトゲ。これはですね、非常に鋭く元気なものがいいと。はい。この前僕もですね、ちょっと超料理しててですね、ナスのトゲが刺さって取れなくなったことありますが、トゲには気をつけてください。でもトゲがあるってことは新鮮というところですね。はい。で、最後三つ目ですね。中がスカスカしているもの。これはですね、古い証拠ですので、ずっしり重くてですね、ぎゅうぎゅうに詰まっているナスを選んで、買ってみてください。はい。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポー。